メインディッシュ頼んじゃいましょうか。メインディッシュは女優顔。うわー、なんかテンション上がる。眉毛だけでも。メイクは楽しんだもの勝ち。カンコスメイクアップショーコスメティックエイト。メンズメイクを取り上げるっていうこの番組が新しいよね。すごい素敵。メンズ対決じゃん。本当だ。なんか新時代。鳥肌立ってるもん。新時代ですね。本当に。魔法の下地ちょっと超気になる。メイクは楽しんだもの勝ち。カンコスメイクアップショーコスメティックエイト。すっごいバズってるから、うん、どんな人でも絶対に可愛くさせる魔法ができるイメージが僕もあるから、スズロちゃんちょっと期待したい、ね、もう半年ごとぐらいにオルちゃんメイクって定義がちょっと変わってるイメージがあって。確かに。これな。メイクは楽しんだもの勝ち。カンコスメイクアップショーコスメティックエイト。僕この対決すごいワクワクしてて、うん、渋谷 VS 原宿館だ。今夜のメインディッシュはあざとかわいい。やっぱあざとかわいいって頑張ってると思われたら終わりなので。やん、かわいい。うわ、綺麗。メイクは楽しんだもの勝ち。カンコスメイクアップショーコスメティックエイト。メインディッシュ頼んじゃいましょうか。メインディッシュは女優顔。うわー、なんかテンション上がる。眉毛だけでも。メイクは楽しんだもの勝ち。カンコスメイクアップショーコスメティックエイト。私の毎日を楽しくしてくれるもので、その日会う人だったり行く場所だったりで自分を変えて今日の一日どうやって生きようかなと考えられるのですごく好きです。パンツみたいなもんですね。つけてないと恥ずかしいっていう感じです。でもたまに薄くしてみたりパンツと一緒でその時の気分で変えれるものかなって思います。最初はアイプチをしたりカラコンをしたり今はやっていないメイクだったんですけれども、全然違う別人になるこの嬉しさ、自分ってこんなに可愛くなれるんだみたいな、自分に可能性が眠ってるのかもしれないみたいな、なんか新しい自分に出会えたワクワク感みたいなのをものすごく覚えてきました。最初は確か小学校の時に母が使ってたビューラーとすっごい真っ赤なリップをこっそりちょっと拝借して使ってみたんですけど、私大人の女性になったかもしれないって、あのドキドキした気持ちは今でも覚えてますね。アイシャドウだと思います。その場に合わせて深みを出したりキラキラを出したり、いろんな自分の引き出しを出すみたいな、今日はこのアイシャドウパレットの何色みたいな感じ、ね、で自分をちょっと人に見せることを意識してるので、いろんな自分を見せるっていうことを、だからいろんな色の入ったアイシャドウパレットかなって思います。じゃあリップクリームで。全然派手でもないし、そんなにいい匂いもしないし、あんま目立たないけど、なんやかんやいるなっていう感じに思ってくれたら嬉しいなと思って、はい、いつもこういう可愛らしいメイクしかしないんですけど、こうブラックシャドウとか強めなメイクを教えてほしいです。じゃん、夢。すごい夢があるなと思って、それこそ5年前、10年前にはメイクに特化したメイクの番組があるなんて想像できなかったと思うんですよね。ましてやそのメイクの企画に男性が出てくるとか、今となっては当たり前になってきたよねみたいなことって、新時代のすごく素敵な流れだと思うので、僕もメイクをし始めて自分に自信が湧いてきて、ようやく夢が持てるようになったので、やっぱ自分に自信が出てこないと夢もどうせ自分には叶わないなっていう風に諦めてしまう。そういう意味では
自分に自信を与えてくれる夢につながっていくとも思うので、この番組を見ていろんな方が自分もコスメしてみたいとか夢を持ってくれたらすごくいいんじゃないかなって思います。魔法の魔ですコスメにはね、いろんなこう魔法をかけられる力があると思うし、我々3人がちょっとこう魔獣っぽいので、ね、はい、じゃあ個性、メイクは個性だ、あと個人的な趣味を出せる個性だ。こういうコスメの番組ができて、メイクを男性でも可愛くできるんだよとか、男性でもメイクし続けたら当たり前になってくるんだよとか、そういうことを体現することを意識してるんですね。だからこれってやっぱり口で言うよりもしっかりメイクが可愛く様にならないと伝わりにくい部分があると思うのです。だからこそ僕にしかできないお話だったりとか、僕のメイクの熱意だったりとか、そういうのをまあこの番組で表現しながら、でもみんなに難しくなりすぎないようにいい感じに笑ってもらいながら楽しんでもらえたらいいななんて思っております。でも私本当に昔からメイクが大好きで、好きすぎるがゆえに YouTube とかにアップしてたら、それがいつの間にか仕事になって、発信してたことが番組になってこう出させていただけるようになったので、とても嬉しく思っていて、私のこのコスメ愛だったりとか、このやっぱメイクの楽しさだったりとか、この番組を通して伝えられたらなと思います一緒に番組をやっているお二人が本当にその美へのこだわりがすごくて、本当に可愛いお二人となので、自分もそのお二人についていけるように、少しでも可愛く見えるように勉強したいなと思います。